はい、皆さんこんにちは、あちでございます。さあやっていきましょう。先週にね、朝倉家を攻めるように指示しておきながらすっかり忘れてましたので、結城家も東西同時にも広まっていってるような感じでしょうかね。さあじゃあね、特技で縄文箱はやりましょう。うん、減ったね。あ、この人ぬくいさんだっけ。なんもないや。バリ増言ぐらいか。ちょっと減っただけだね。ヒア号泣、あ、力攻め持ってるんで力攻めでいきましょう。あ、結構減ったね。あ、これで闇討ちなんだよね。闇討ちするか。闇討ちし、え、何、はい、いやいや闇討ちだよ。あ、これでもモブか。あー、そうなのね。じゃあ普通に強襲するか。あ、モブだわ。あ、そうか、直轄城か。あ、十分減るわ。あー、三段打ちいらないか。力全部で押すか、ひたすら。うん、減るからね。伊達家の中野宗時軍団が安藤家の檜山城を攻め落としましたぞと。結城家の結城春友軍団が援軍に参りましたぞ。はあ、ん。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、結城さんこっち来たんだね。宇都宮に行くのかなと思ってましたけど。あ、後ろから来たのは結城家だったのか。あ、でもいいねこれ。他の何、自分のその属国、言い方忘れましたけど、属国っていう言葉しか出てきませんけど、従属しているところはこの3段でいけるんだ。これで忍者読んだら4段いけるのか。じゃあいいね。さあ、千なり秒談しましょう。でもう普通に強襲しちゃいましょう。ぬくいさんね。あ、ぬくいさんでも結構攻めれてんね。よかったよかった。あ、もうこれ普通に教師でいいでしょう。もがみさん、はい、抜きました、本丸ね。でこれで国主だから、ここを落としたら長さんの持ち物になるのか。頑張ってほしいもんですね。うん、で特技で私はもう縄文箱でいきましょう。もう2000人もいるから鉄砲で落とすよりも開けていきましょう。うん、で、もうあなたも、うん、あなたも教習ね。もう手の空いてる人はみんな教習しましょう。あなたは闇討ちする相手もいないからね、教習で言っておきましょう。メンツ間違えたな。間違えてないとか人数少なかったからね。まさか人数少ない時にこんなに戦争に行くとは思いませんでした。あ、結城家も兵力いるんだね。はい、北条高治様の軍団が金ヶ崎城の攻略に失敗しましたぞと。いや、もう落ちるね、これは。4万人いるもんね。もう雨で使えなくても、セナリオータじゃなくて、強襲でいいと思います。ね。皆さん、強襲で。で、特技ない。あ、力攻めあんのか。あ、でもまあ強襲でいいでしょ。岡田秀さん、あ、貞秀さんだ。めちゃくちゃ勲功あったんじゃない。今後ろから来てたね。ああ、やっぱ貞秀さん一番多いわ。は、必ずやと。で最上さんで私が3番目か。あ、意味なものは大義だったと。はい、大友家の大友義貞さんだっけこれ。ちょっと遠いねこれ。指名を依頼した一号屋から成果として大筒4問が届きました。1問1000巻ぐらいなんだね。はい、皆の者大義であったと。今戦争を起こしてんのかな、まだ。はい、織田家の織田信長軍団は宮城坂本城強化なんだね。え、この人すごいの。あ、すごい。この人入門があったからね。今新東流真壁氏元さん、
陸奥の豪族、あ、前読んだね。うん、大木をなんたらかんたらでしたっけ。はい、贈り物ね。武具ね。はい。おほ、これはこれはと。はい、もう、あら、一発やるか。手合わせしてみましょう。さあ、どっちが強いかな。もう技使ってくるの見えてからね、もう体力回復してる暇なんかないと思うんです。あら勝ったえ、そんな簡単に勝てんの。にがさん、かすみと剣豪に勝っちゃった。あ、もう見事と。さすがに私の弟子にはなってくんないんだね。ああ、さすがに剣豪プライドがあるんだね。親密がマックスなりませんでした。この剣豪は負けたら悔しいんだろうね。負けて仲良くっていう感じじゃないのかもわかんないね。はい、おお、いっぱい稼いできてくれた。さあ、妻と話しましょう。お渡ししたいものがございます。お、袴越し？あれ、説明出なかったね。さあ、表情行きましょう。人事ね、昇進。昇進できるものは以上にございます。大宝寺さん。うん。はい。あ、過労になったね。さあ、そろそろ半兵衛さんにも城を渡してあげようか。あ、あと人事だね。寄り木を渡してあげましょう。寄り木って勝手に読んでるけどね。与える力って書いて寄り木っていうでしょ、あの奉行、お奉行さんのね。ちなみに大阪市の北区にも寄り木町っていうのがあって、同じ字書くんですけど、与える力って書いてね、寄り木町っていうのはあるんですけどね。さあ、まあ北条さんにさっき人をあげましょうか。武将、あ、遊佐さんか。あれ、こっちも遊佐さんじゃなかった。あ、おささんか、こっちは。はい。あ、三本寺さんか。岡本さん頭いいんだよね。あ、岡本さん入れようか。で、吉信さん？あ、いいなあ。ちょっと補佐してあげてください。あ、しまった。武将二人も出しちゃった。あ、亀井さんまだ侍大将なのか。岡部さんどんな人？あ、これは片秀さんね。あ、岡部さんもいい人だ。斉藤さん、おお、いい人だ。佐竹さん、うわー、いい人だ。あ、真田さんね。真田さん。ちょっと待ってね。立岡さん、あ、この人にしよう。で、次は、足軽大将からね。うどのさん。あ、うどのさんいいね。はい、じゃあ次は、おささんね。はい、与える武将は、ゆささん入れようか。あ、ゆささん過労だ。武将ね。三本寺さんは、あ、三本寺さん入れようか。上杉家臣だから、謙信さんに与えたらよかったのかもしれないけどね。侍大将、斎藤さん。ああ、いいね。沼田さんめちゃくちゃいいからね。あ、原さんにしよう。で、足軽は、あ、この人にしようかな。で、もう一人だね。組頭いないんで、小山田さん、あ、中山さん。あ、ちょっと中山さんは悪すぎるね。あ、真壁さんにしようか。うん。はい。はい、すべての城に行きと。で、でも城の数が全然取れてないので、まあ、城主もう一回待とうか。うん。なので、そうだ。城主指示じゃないや。あ、いやいやいや、人事で、城主任命しちゃうと、あ、まあいいや。ちょっと待ってね。これで、地図を見ると、ここね、ほら、おささんになってんだね、これね。
で私は赤くついてると思うんですよこれ。あ、入ってないね。名分がなくて攻めたから、部下が攻めたからかな。てっきり悪名つくと思ってたんですけどね。あ、上昇指示じゃなくて趣味伝達しましょう。お金が21万貫しかないのね。もう一回お金集めてもらおうか。うん。で、決定。で、他勢力に依頼。組屋。いや、待ってね。あ、そうだ。ちょっと試したいことがあって、組屋に増築を、どこに依頼しようかな。沼田城お願いしちゃおっか。あ、事情による受けれないって。こっちは？あ、受けれないか。いや、組屋に、大筒。あ、そうか、組屋はダメか。じゃあね、まあいいとして、あれ、博多屋だっけ？天王寺屋だっけ？すさまじかったのね。博多屋かな？うん。博多屋に、大筒。うん。と、あと、ここだね。ここも4つ上がるんですよ。大筒ね。ちょっと今回ここまでにして、で、畠山さんは東京の、あ、原さん亡くなったの？あら、なんじゃと、と。虎谷っていうものかな。天命に逆らえるとは寂しいことじゃと。配ったばっかなのにね、与力でね。あ、まだ次回に配りましょう。いやいや。部下が亡くなるとは辛いね、本当に。はい、拠点一覧で。よいしょ。自拠点。あ、これ低いね、川越城。あ、住民案ってめちゃくちゃあるわ。はい。さあ、城に行きましょう。じゃないや。内政だね。さあ、ちょっと最近不調ですね、これね、私ね。で、これで取り戻せるのか。で、よいしょ。で、これ多分こうかな。いやー、違うね、これ。こっちか。で、これが、こうでしょ。で、これが、これがこうだよね。で、これがこうなって、これがこうなるでしょ。で、これがこうなって、あ、今回ちゃんといけた。あ、これです。ちょっとね、スランプを抜けれたらいいなと。はい。はい、小西屋が当家に対して5000貫の野戦を献上し、それするんだったら5000貫いらないから2度目止めてほしいんですけど。はい、帰還しましょう。あ、宇都宮家の唐沢三条に攻め込みましたぞ、と。お、宇佐美さんも。おお、大友さんが。で、私これ多分、今増築出せないんだよね。宇佐美さんと重なったから。そうだよね。はい、城行きましょう。殿お帰りなさいませ、と。ああ、よくよく稼いでくれました。妻と話しましょう。ご存知ですか、と。南蛮物お好みの話ということもありますよ、と。で、人事、吉綱、あ、コメントでいただきましたね。ここで、吉綱、何をするのじゃっていうのが、この人がどちらかというと、なんていうの、この吉綱さんが、まあ、親子なんですけど、吉綱さんが何かをしちゃって、吉綱何をするのじゃっていうような感じで言ってるようにも見えますねっていうような感じでいただいたんですけども、でもただね、このカワイコンが非常に残念な二人なので大したことじゃないんだなみたいなねお、吉綱何をするんだよ乱心かみたいな感じで言ったとしてももう締まりのない親子だから顔がね、もうどうせなんか何買い物ミスったとかそんな程度なんかなと思ってしまうのは私だけなんでしょうかね。まあ、ある意味平和な、親子だなと思いますけどね。さあ、人事、あ、いや、ごめんなさい、人事、昇進できますか？いません。お父さん、どうしようかな？どっかの封じようかな？あ、あとそうだ、
これだ、寄り木で創刊で、誰だっけ、名前思い出せないんですけど、あれ誰だったっけ、あ、原さんいるわ、あ、別の原さんがお亡くなりになったのか、おお、そういうことでいいのかな、あれ誰だっけ、真田さん、真田のね、真田の真田、真田、真田、あれ、木、く、あ、あれ真田さんまだ出してなかったっけ、そっか、てっきり私真田さんをね、もう寄り木で派遣してると思っちゃったのね、あ、これじゃない、呼び戻す、いや違う、派遣ね、派遣で、ああそうだ、やっぱ一人亡くなってっからね、みっちゃんとこの人だったんだね、原さん、派遣する部長を選んでくれということなので、原さんどんなんだったんだろう、あ、まかさんはダメだな、山崎さん、あ、山崎さん入れちゃおう、はい、そのように手配するぞと、はい、で、うん、で今私が例えば合戦ってしても今攻めてるのここなんですよ、でも私行けないでしょ、うん、行ける、いや行けない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 、行けませんね、多分私引き返すことになると思うんでやめときましょう、今宇佐美さんが入ってるはずなので指名伝達ね、お金ないな、何人いますか、あ、こんだけしかいないから、ちょっと内政優先でお願いしちゃおう、あ、病気なんだね、武田の、信忘れました、ごめんなさい、これん、あら、あ、違ったのか、違う城造士に言ってたのか、あ、ちゃっぱ、じゃあもう一度、あ、いい時間になっちゃったね、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います、どうもありがとうございました。